しっかり食べてお腹痩せ、健康食育の柏原幸男です。こんにちは。ご飯で、お食事で体質改善というお話の続きなんですけれども、冷え症について前回お話をしました。冷え症を改善するためにはご飯、お米を食べようというのをお話ししたんですけれども、結構お米で冷え症改善できるのって言われるんですね。なんでお米が冷え症にいいのかというところなんですけれども、まず私たちの体が体温を作る、熱を生み出すっていうのは、食べたものを体の中で燃料として燃やすことでエネルギーを生み出すんですね。で、その私たちの体のエネルギー源となる燃料となるもの、栄養素でいうと炭水化物がメインになります。炭水化物が一番燃えやすくって、私たちの体の熱を生むものになるんですけれども、最近なんとなく炭水化物って悪者になってますよね。それで炭水化物を控えていたり、特にご飯を食べないという方が増えていることが、冷えにつながっているという、そんな現状があります。で、炭水化物と一言で言ってもいろんな食材に入っているわけですね。で、そんないろんな食材の中に入っている炭水化物の中で、やっぱりですね、体を温めやすい炭水化物と、むしろ冷やしちゃう炭水化物というのがあります。で、皆さんは炭水化物というとどんな食材を思い浮かべるでしょうか。最初にお米がいいよって言ったんですけれども、代表格がお米、ご飯ですね。で、あとはパンとか麺類とか芋類なんかも炭水化物が多い食材なんですけども、あとは砂糖などの甘いものも炭水化物なんです。で、こんないろんな食材に炭水化物が入ってるんですけど、これがですね、食材によって体の温まり方が違うというのがあります。で、このいろいろある中では断然体が温まるのがご飯、お米なんですよ。で、私昔極度の冷え症、低体温だったというのがあるんですけれども、その当時メインで食べてたのはパン、麺類がすごく多かったんですね。で、それをご飯食に切り替えたら、もう本当に体がポカポカしてきたというのがあります。で、皆さんも食事した時に体温まる感覚ってありますよね。で、この温まる感覚、今度意識してやってみてほしいんですけれども、例えばご飯と味噌汁を食べた時って結構ポカポカしてきませんか。で、それに対して、じゃあトーストとサラダとか食べた時ってほとんど体温かくならないですし、シリアル食べた時もそうなんですね。で、この体が温まる感覚っていうのはすごく大きい、体温になりやすいかどうかという一つの背景があります。で、そんなご飯をですね、しっかり食べる、お米を食べることで健康的にというのをやってみてください。ありがとうございました。また聞いてくださいね。チャンネル登録はこちらです。